画像中央に見える豊余海峡より南の海域が文庫水道大分県側から見た文庫水道手前が関崎で左手奥が里見先。右手の島は高島文庫水道は九州の大分県と四国の愛媛県に挟まれた水道である。北で瀬戸内海南で太平洋に接する。ただし文庫水道北部を瀬戸内海に含めることもある。また、 愛媛県に近い水域は、由良半島を境に南側を、上海、北側を内海と呼ぶ。文後水道が最も狭くなった部分が、方與海峡である。大分県大分市佐賀の関の関,の関崎と、愛媛県伊方町の佐田岬崎の間に位置し、その幅は約14キロメートルである。中央の海域に、無人島水の小島があり水の小島灯台が立つ。 2009年10月3日、海上保安庁に合戦席の LNG タンカーから海図に被災のない野菜地点があると通報があった。同庁が直後に航行者に対して航行警報を発するとともに、同月12日に測量船、海洋を緊急派遣し測量した結果、従来海図上で水深約90メートル程度とされていた地点に、 直径約400メートルの地形的な高まりが発見され、最も浅い部分で水深約35メートルと判明。同月22日に新たに水深が判明したことと合わせて船舶航行の安全性に問題はないことが発表された。発見された海域周辺は1940年に測量されたが、 当時の技術的制約によりこの地点の存在は知られていなかった。かつてはニタリクジラ、またはカツオクジラをはじめ多くのクジラが見られたとされ、現在でもハンドウイルカ、ミナミハンドウイルカ、ハセイルカの3種類のイルカが定住する。便数は往復。2019年12月現在。ありがとうございます。